行けよ、さよなぞ、詰めろ詰めろ、男だろ。これね、肉のほら田沢選手にね言ってましたよね、これね。7区のほら、あ、これも ドキッとしたの。テレビカメラもう少し前に行って、危ないから。びっくりしたね、テレビカメラに怒ってるからね、ドキッとしちゃった。こっちはこれは感動しました。あの10区の創価大学を逆転したあと1キロの地点か。最後だ最後、もうちょっと頑張れ、やったねやったよ、お前男だ、お前男だ、男だろうじゃなくて男だだ。これね、大八木監督の名言ですね。男だろうの人が男だ。でその瞬間にあれかな、あの石川選手なんか見てあげて泣けました。あ、どうもサンキュー、手伝います。井上くん映ってます？端に頭ぐらい映ってるかな。井上くんいます。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、お正月、今日は1月もう6日なんですけど、はい、だいぶ経っちゃったんですけど、新年遅い挨拶ですいません。そしてですね、これね、今年やりたかったんですよ。1月10日のイベントでちょっとありかなと思ったんです。あのおみくじ去年作って、おみくじ引いてもらうのはお客さんに手伝ってもらうからちょっとダメかなと思って、これだったらお客さんにねお手伝いいらないからいいかなと思ったら、すいません、緊急事態宣言がまた明日出るのかな、1月なのか、ということでそのイベントが延期になってしまいました。申し訳ございません。そしてですね、1月17はですね、まあ都の関連なのでこれまだ微妙ですけど、ちょっと無理かな、どうなるんだ今年って感じですけど、まあちょっとそういうことは考えずに、今日は箱根駅伝の話をたっぷりお届けしたいと思います。もう見てる方も見てない方もちょっとお付き合いください。新年最初だからすいません、長々とはやりません。ということで、ちょっとこれを脱いで、これ改めてふわーっと、ね、よくできてるでしょ。あ、すみません、青学カラーでした、失礼しました。紫のユニフォームがなくてすみません。はい、そんなわけで紫のシャツが唯一1枚ありましたということで着てみましたけど、これね、すごいんですよ。まず藤色でしょ、駒澤大学紫紺ですよ、これ、明治大学の紫紺、紫紺で紫紺、さらにですよ、鉄紺でしょ、東洋大学鉄紺、鉄の紺ね、3チームもこう注目チームが集まっていた。特にパープルね、紫大注目だったんですけども、まあ駒澤はまあ当たったのかな、明治はね期待したんですけども、はい、そんなわけでちょっとこのシャツを着て振り返ってみましょう。いやー、今年はですね、まずあの1月2日3日その幸か不幸か、まあ仕事がイベントごとがなかったので、これまたちょっと僕とセクシーさん、セクシーダヴィンチさんもすごく箱根駅伝マニアでして、僕がちょっと誘い込んだんです、5、6年前に。はい、でツイキャスで盛り上がろうということで、やらせていただきました。で当初は、ホテルの一室を借りて2人でやろうかなと思ったんですけど、こういう状況なのでそれ良くないということでリモートでやったんですよね。でそこにご参加、視聴いただいた皆さん誠にありがとうございました。そしてたくさんの課金、お茶爆っていうのはね、僕ツイキャスやらないんで分かんないんですけど、こう降ってくるんですよね。そうするとセクシーさんがすごい興奮するんですよ。あらまあみたいな、もうそんなの困りませんみたいなこと言うんですけどそれでですね、もう お仕事お年玉というか、もうたくさんたくさん本当にいただきまして、まさかありがとうございます。もうね、こんな趣味のものがお金になるとはまさか、まあいや趣味といえどもすごく本気でやってます。というのはやはり今年もですね、このセク散歩といって、いつもセクシーダビンさんとあとお客さんと一緒に箱根のコースを歩くイベントやってるんですけど、それができなかったもんですから、まあでもしおりだけは作ろうと思ってすごく勉強しました。予習をして作ってみました。で注目ポイントを書いておいたんです。まあ今回皆さんにお配りできなかったんですけども、まあ欲しい方は個人的に言ってもらえればなんとかしようと思います。で
そのチェックポイントを見ながらちょっと振り返ろうと思います。まず大会全体のチェックポイントですね。あ、ごめんなさい、その前に、まあ、開催していただいて本当に嬉しかったです。で、関係者の皆さん本当大変だと思います。あと選手の皆さん、あとチームの、そしてチーム大学の関係者の皆さんも本当にありがとうございます。あと日本テレビさんも大変だったんでしょうね。ありがとうございます。さあ、それではこれ全体的な予想をね、僕気になった点を書き出してあったんですけど、まずね、これ無観客のレースなので、乗せられて調子の出るチームとは不利なんじゃないかなと。どういうことかというと、あのほら青山学院さんね、あと東海大学とかは、なんかスターさんのチームの印象があるんですよね。チヤホヤされてこう走ってガッツポーズとかイエーイみたいな。なのでそういうチームはこれ お客さんがいないと、うん、どうなのかななんて、まあ、僕の独断と偏見ですけど、逆にですよね、あの男だとか、あの駒澤大学とか、あとその1秒削れるぜみたいな、あの東洋大学ストイックなチームが黙々と走るんじゃないかなみたいな、まあ、独断と偏見な予想してみましたところ、お駒澤大学に1位、そして東洋大学3位。そんなに全然関係ないんでしょうけど、まあ、多少お客さんもいましたしね。ねえ、まあこれはね、まあ良くないんだろうけども、その沿道に集まって良くないんだろうけど、選手たちには若干ね、まあ言ってあげた方がいいのか、ちょっと僕は何とも言えません。うーん、選手たちの思いすればね。はい、まあこんなことがありました。さらに無観客ならば、あ、そうそう、監督者の声が視聴者たちに届くのかどうか、中そういつものこれ沿道のお客さんの輪は歓声がなければと思ったんですけど、まあ、あの客席の音やっぱ聞こえましたね、割と。なんかだからさっきの駒澤大学大八木監督の男だ男だよかったなという感じ。あとね、これもね、その足のタッタッタってゴール地点、あの特に足の子でしたね。足の子の往路のゴールのとこはすっごい音が聞こえるの、タッタッタッ。あの、ほら創価大学の5区の、なんだっけ、三上選手がタッ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 みたいな、あれちょっと感動しました、うん、そう、あれも本当だったら、あの観客がゴールでイエーイみたいな、その声でかき消されて聞こえないんでしょうけど、そこはすごく新鮮でした。はい、あと監督者密なのか、窓を開けてるのか、いつもは後ろに乗っているマネージャーはどうなるのかと思って注目して、僕だけでしょうけど見てたんですけど、やっぱ窓開いてました。寒くなかったのかなと思ってね、かわいそうだなと思いながら見てたんですけど、まあね、暖房つけたり、うん、日差しはあったかいのかなということです。はい、あ、そう、あとね、気温が低くなりそうだと思ったんですね。僕これ予想したのが、まあ、暮れなんですけど、うん、29とか30で、留学生はちょっと寒さに弱いので大丈夫かなと思ったんですよね。だからまあね、ヴィンセント選手は新記録出すし、2区でまあまあそんな問題はなかったのかなと。でこれね、留学生が初の当て馬か、ほら、区間エントリーっていうのが29日にあって、そこに東京国際大学が、まあ、ヴィンセント選手が当然のように来ると思ってたんですけど、まさかのルカ選手、あれ、もしかしてヴィンセント選手調子悪いのか、もしくはそこに日本人を入れて他に1区とか3区にヴィンセント選手を回すのかなと。ほら前回の大会に3区がヴィンセント選手新記録ですから、どうなのかなと思ったら、あ、まさかの留学生チェンジなの、初めて見ましたね。留学生を留学生でチェンジ、はい、でそのヴィンセント選手が新記録でしょ、相澤選手の記録をまた7秒ぐらい抜いたのかな。びっくりしましたね、これね。はい。はい。紫が面白い。はい、駒澤&明治ですね。志向。で、明治大学、すごく前評判高くてですね。で、明治大学はね、いつもね、この5年ぐらい前も、第6の選手とか、あの辺の世代が、すごく強かったんですけど、で、僕もそこを期待したんだけど、あれも4位とかかな。で、その前に、あの、鎧坂選手がいた時も、期待して優勝こうかなと思ったら、ちょっとあんまり、良くないというかね、その力出し切れずに、今回も残念でしたけどね、まあちょっと頑張ってほしい、個人的には応援してます。はい、サブスポンサーに注目。今回ですね、ここにあのチームのアディダスとかね、これ
うん、青山学院大学ってあったアディダスとか、ここにもう一つあのサブスポンサーつけることができる。で、青山学院は妙高市とか合宿地の名前だったとか、他はいろんな企業さんの名前、まああんまり目立たなかったですけどね。はい、給水係がマスクをしているのか、 50m でも苦しいぞ。僕はね、給水係はマスクいいんじゃないかと思ったんですけど、皆さんしてましたね。どうなんだろうね。でもね、皆さんちゃんとやってくれてました。しなくてもいいような気がしてましたけどね。はい、でさあ往路ですね。往路をじゃあちょっと細かく、はい、スタート地点に観客はいるのか。はい、いませんでしたね。ちょっと物々しい感じで、あれ関係者以外入っちゃいけないんでしょうね。そんな感じでしたね、あれね。でその物々しさがあの妙な緊張感を呼んで、もう驚くべき一区のスローペース、こんな素人が遅いだろうと思っちゃうぐらい、本当に飛び出したの角を曲がって日比谷通りに飛び出した時に遅すぎて、あの区間賞を取った鎌田選手が一番車道寄り、あの何あの車線寄りにいたんですけど、笑ってましたもんね。何みたいな、誰か行かないの。はい、その鎌田選手が区間賞、すごかったですね、法政大学。びっくりしました。だからより牽制しちゃったんじゃないかな、すごいハイペースってことで、言われてたのでと思いますね、これね。はい、そうで、この区間にですね、もう超注目ルーキーの三浦選手とか、あとこう中央の吉井選手もこの区間に来るかなと思ったら、まあ、3区だったんですけど、石原選手、東海の石原選手も1区じゃなくて3区だったと、うん、なかなかね。あ、児玉選手は明治は1区かだったか、うん、ここがね、やっぱちょっと力が出しきれなかったのかな。このスピードある選手がね、やっぱこうね、ああいう状態でペースを乱されて疲れちゃったんじゃないかなと思って、ちょっと残念な気がしました。はい、で5区山登り、これね、声援がなく選手が登りきれるのか、まあ、そこそこ声援はありましたけど、でそうですね、ここで70分切ったら本物の山の神だって書いてありますけど、これちょっと風があったんですよね、4区5区。ちょっとかわいそうでしたね。そうですね、まあ三上選手は本当にこれね、僕もちょっと予想してます。東洋宮下くんが神になるのか、創価大の三上か、三上くんね、三上くんやりましたね、素晴らしい。はい、駒沢スーパールーキー鈴木くんかでしたね。鈴木くんもまずまずすごくあの粘りましたよね。はい、あのまあそこそれで見応えのあるあの往路だったと思います。ただ残念なのは2区で力の出し切れない選手が多かったのかなということ、あの、うん、駒沢の田沢くん、そしてあの早稲田の太田くんですよね、太田くん。3区の中井くんもそうか、これ皆さんあれですよね、12月に日本選手権が今回はあって、いつも6月なんですよね、それが延期されて12月で、それで割と好記録を出した人たちなんですね。21万メートル27分台で期待されたんだけど、そこでやっぱ力を使いすぎたらしく、ちょっと疲れが残ってたらしいですね。まあ、それが本当ちょっと残念ですよね。吉井くんもそうかな。はい、でこんなとこでオールバを、で袋はですね、そう山の神下りがまた57分台出るかというところ、駒沢大学のこれまさかでしたね。あのこの区間はあの駒沢大学1区を走った白鳥選手が入ってくるのかなと思ったんですよね。もう他の予想してる方も皆さん言っててそうかなと思ったら、あ、花崎選手で、その花崎選手がすごいですね、大快走、ちょっと可愛げがあるんですよね。だからすごくね、その改装してるんだけどちょっと微笑ましくて、よく走ったと思います。これがもうあれですよね、駒沢の反撃ののろしを上げたみたいなね。2分離れてたんだっけ、2分ちょっと十何秒離れてて、そこから2分20秒かで、ここで反撃ののろし行きますよで1分ぐらい詰めたと。はい、で今回は全大学オールに、そう7区のスタート時点でトップだと有利なのが青学明治って書いてあるんですけど、
まあ本当にこれも予想外の展開で、青学明治がもうね往路の段階で下位に回ってしまったと。岡大学どこが下りまでにトップと1分差までの位置にいられるかが超注目。はい、1分差で駒澤大学いましたね。はい、いましたね。その駒澤ですね。でこれちょっとまたあのレースじゃないんですけど、6区のリラックマとか8区の二宮ポイントにフリーザ様、いつもほら観客で、あの観客のところでこう盛り上げてくれてる人が今年はいるのかなと思ったらいませんでした。まあこれは賢明な。フリーザさんもなんかあれですよね、ツイッターでやってたのかな、あのうちで、はい、うちで今日はやってますよ、なんか皆さんも行かないでくださいねみたいなことやってました。ただあのね、ロックの寒冷洞門のところで、あの始めない、あの往路は工事中みたいな看板が見えたと思ったんですよ。工事中で袋のロックで分かったんですけど、全集中っていう看板が掲げられてた。工事中じゃなかった、全集中。はい、でそうですね、ゴール地点客はいるのか、やっぱりいなかったですね。まあね、でカメラマンの多さがすごいですよね。僕ね、それだったらね、それ半分ぐらいに減らして、あの選手たち、せっかくゴールだけはほらみんなよくね、あの走ってゴールテープに向かってくる選手に向かってみんなこうやって肩組んで校歌歌ってるじゃないですか。それぐらいやらせてあげてもよかったような気がしますけどね。ちょっとね、残念なところ 2人ぐらいですねが、あの付き添いであの走ってきたランナーを迎えると。で優勝チーム胴上げは中止でも、どうやって環境を有限するか、どうやったんでしょうね。まあ寮に帰って胴上げですかね。まあ優勝チームそのぐらいはね、ちょやらせてあげてもよかったような気がします。優勝チーム翌朝のワイドショー出演はリモートでしたね。リモートでしたね。やはりあれ駒沢の内観なんかですかね、おそらく。それか日テレのどっかのスタジオかな。まあまあいろいろ、ほらもしかしてあのほら優勝していつもあのスタジオに来る選手たち、それが中止なくなったらどうしようと思って、なんかかわいそうだなと思ったんですけど、そういうのがあってよかったと思います。まあ以上がこう中あのチェックポイントだったんですけど、それでもすごいですね本当に。この創価大学ね、びっくりですね。まあある程度来るんじゃないかって予想されてたんですけども、まさか優勝 で最後の3分9区終わりまで3分19秒離して絶対優勝だと思いましたね。いつももうその頃には優勝チーム決まってるんですよ。8区ぐらいではもう大体決着つきますよね、近年も。で9区で、あはいはい3分離して、でまあ 2,3 分離して優勝だから、今年はもう間違いなく創価大学だと思いますよね。誰もが思いますよね。あの、まあ、渡辺康之さんですら、もうこの9区のあの島津選手、石津選手でしたっけ、あの9区の選手、あの創価大学のあの人の区間賞で、これはもう間違いなく優勝への決勝打でしたねって確実に言ってましたし、誰もがそう思って、もうね箱根駅伝二十何年間見てるんですけど、10区ぐらい、9区10区はもうね、あの心のクールダウンみたいな、まあもう今年も終わって、はいまた来年盛り上がろうというクールダウンで、ちょっと寂しいね、あの感じをなんとなく、あのお別れをね、いきなりお別れ来ないようにこう徐々に徐々に沈めていく感じなんですけど、まさかの10区20キロ地点ぐらいですか。その前にもう怪しかったのがもう八ツ山ですよね。品川に来てその辺で1分50秒だから2分ぐらい詰めてるんですよね。2分ぐらい詰めてるっていうか1分半ぐらい詰めてる。そこからですもんね。まあびっくりしました。でちょっとねどっちもあったんですよ。初優勝、創価の初優勝も見たかったし、駒澤の13年ぶりの優勝も見たかった。でもね、そんな人いっぱいいると思います。複雑、あー優勝でも大逆転も見たい、そんな大逆転見たことないな。まあでも結果、駒澤のその大逆転は良かったと思いますし、創価大学も、まあ、4年目ですから、で往路優勝できましたから十分だと思うんですよ。で箱根は甘くないなと思いました。やっぱりま
もうそれまで完全にうまくいってた創価大学がそこだけちょっと唯一まあねこうちょっと力を出し切れなかった小野寺選手、まあ本当によくやってくれましたね。でも盛り上げてくれました小野寺選手、また3年生なんで来年も期待してます。はい、で一つちょっとこれはゾクッとしちゃったそのまああのジンクスがありまして、0年度要は1990年度とか2000年度とか2010年度末尾に0がつく年度はこれね学生三大駅伝ってあるんですけど、出雲駅伝、全日本駅伝、全日本学生駅伝、そして箱根駅伝、これね三冠のチームが出てくるんですよ必ず。これ1990年が、大東文化大学ですか、僕まだその頃見てないので山の大東と言われてて、それ10月のまあ去年1990年の、10月の出雲駅伝に勝ってで11月の全日本駅伝に勝ってで翌91年の、箱根駅伝に勝つ、要は90年度ということですから三冠ですよ。で同じパターン同じケースで2000年のあの順天堂大学ですね、もう順天堂とあの駒澤がその頃強くなってもうこれと同じような感じ、もう袋で順天堂が駒澤と競って抜いていくという、だからおそらく創価大学も強くなるんでしょうけども、その時に順天堂も同じパターン、そして2010年のこの早稲田大学なんですよね、まあ三冠する、はい2010で今年は2020年度じゃないですか。さあどうでしょう、出雲駅伝中止で全日本大学駅伝は駒澤大学でしょ、であこれはちょっと崩れたかなと思った、創価大学であこのね0年度のジンクス崩れたかなと思った、どうでしょう10区で3分差を神様いるんですかね、これね、ちょっとねそれゾクッとしちゃって、まあ今度は2030年年度、それまでねどうなってんのか、さあ箱根駅伝、まあもちろん続いていくでしょうし、まあちょっとまた10年後も見届けたいと思いますけども、すいません長々喋ってしまいました。最後まで見ていただいた方いるでしょうか、おそらく今回はですねもうノーカットでこう流しちゃおうかなとも思ってますけども、はい、まあ箱根駅伝はまあまあこれで一区切りとして、まああとは来週からは通常のまあパフォーマンスの YouTube に戻りたいと思いますので、はい、今年も1年 YouTube お付き合いください、ね、どうぞよろしくお願いします。あ、そうだ、あと選手の皆さん本当にありがとうございました。また来年も期待しています。それでは